ごと一発始めます、バンフォーレ裏チャンネルみたいな感じでねやっていこうかなって思ってるんですけど、明日バンフォーレ甲府対、清水エスパルスの試合があって、で清水エスパルスのサポーターとかも明日に関しては前半戦の大一番じゃないかと、で甲府の中でもやっぱり清水はさ、強いチームだから、昇格ナンバーワン候補、J1 昇格ナンバーワン候補だと思うんだよね。だからやっぱそこよりも順位上じゃないとさ、昇格っていうのはできないわけで、何が何でも。で、静岡と山梨って隣り合わせで、富士山の奪い合いじゃないけど、そんなやってる、ダービーだよね。だから明日は本当に両チーム気合が入りまくっちゃってるっていう。で監督に関しては、篠田監督、今甲府の監督は清水の監督もやってたことがあるから、そういった意味でも何だろうな、元いたチームに関してはさ、そこで指揮取ってたっていうところにはさ、負けたくないとかあるんだよね。で選手に関して言えば、今年蓮川と中村亮太郎が行って、で何年も前だけど、吉田豊かねもう行ってるし、古巣みたいなのがさ案外いるからさ、その3人からすりゃヴァンフォーレ甲府は古巣だったりするから、そこで、そのハスカーとか中村からすれば、その自分たちのその移籍に対しての選択肢は間違いじゃなかったんだっていうね、証明にもなるっていうか、証明したいよそこは。だから裏切り者とか、そういうこと言う人がさ甲府のサポーターにはいないんだけど、そうは思われたくないというか、だけど本当に今年その清水が J1 に昇格すれば、普通にねもう認めざるを得ないよね、蓮川と中村亮太郎の判断が。だからだけどそうさせない、甲府はね、甲府にいる選手は、残った選手は、いやふざけんなよと、お前ら甲府にいりゃよかったんだよっていうのを、教えてやる。試合前なんかはニタニタしてるかもしんないけど、試合入ったらめっちゃスイッチ入るんじゃないかなっていう、感じですね。で明日の対戦前の情報とかっていうのは、今日もちょっと携帯があるんでちょっと調べてみたいんだけど、J2 は20チームいて今2位なんだよね、清水って、勝ち点16で8試合やってて5勝1分け2敗2敗しかしてないね。で一方甲府は勝ち点14、同じ8試合やって4勝2引き分け2敗、敗数は一緒なんだ。引き分けか、だから勝ちがな、勝ちが1個少ないのね。そういうことか。なんで明日甲府が勝てば勝ち点3、14に3積んだら17で清水を抜くことができるから、やっぱり絶対に、勝たなきゃいけない。でやっぱりそのサッカーやってるその J リーグの選手たちは自分たちのホームスタジアムでは負けられないな、負けたくない、絶対に。だからそれはサポーターたちにも分かってるとは思うけど、でそのなんつうんだろうな、今年ヴァンフォーレはホームでまだ1勝もしてないと。でその1勝が、初めての1勝が清水からだって言ったらめちゃくちゃでかいよ。そういうのはあると思う。だから甲府も最初2試合
終わった時点とかで首位とかには立ったけど、その後ね、栃木とかに負けちゃったりとかいろいろあって、またやっぱりその首位に向かうきっかけっていうのはやっぱりホームのスタジアムでやるしかねえよね。だってホームで勝てない、それは優勝もできないし、2位にも入れないし、プレーオフにも出れないよ。やっぱりホームで、まあアウェーが強すぎるんだけどね、今の甲府は。まあだけどホームで勝てるんじゃないかということを俺は期待してます。で、あと情報としては案外面白いんだよね。その好きなチームとかさ、応援してるチーム、ヴァンフォーレ甲府ってスペース空けて掲示板って入れると、まあいろいろなね、掲示板って入れるとさ、情報っていうかさ、そのサポーターたちが書き込んでるのがあるんだよ。エスパルスだったらさ、まあ、こんな感じであるわけ。清水エスパルス掲示板とかやると出てくる。案外さ、面白いこと書くやつもいれば、もうその掲示板の中でサポーター仲間同士なのに喧嘩しちゃったりとかもしてて これなかなか面白いんだけど、まず明日の駐車場争奪戦も甲府サポに負けるな 地元のやつが強いに決まってるべ。だけど甲府のサポーターって面白いのが、清水のサポーターとかが、ちょっと明日何時間前ぐらいに行けば駐車場取れますかとか言ったら、明日はいろいろな催し物とかがその個性のスタジアムの近くであるから駐車場埋まるの早いと思うんですと。だからまあキックオフが1時とか2時とかだったら、まあ9時ぐらいに来ないとちょっとまずいっすよとか、9時とかだったら大丈夫っすねとかさ、優しいんで、あそこが空いてますよとかさ すげえ優しいんだよね。でやっぱりね、いろいろね、やっぱりみんなスタメン書いてるね、予想スタメン。でさ、誰々が怪我なんじゃねとかさ、いろいろ書いてんだけど、甲府まで明日何人行くんだろう、近いし3000人くらい。おお、清水から3000来たら激アツなんですけど、明日だけど、そうね、1万入るかな、1万ピタピタ、かな、1万は、まだいかないんじゃねえかな、やっぱ、今さ、甲府も桜が綺麗で、そっち見に行っちゃってる人とか多いんじゃないかな。俺が思うのは、あれだよね。まあなんか、沢登りのことをいっぱい書いてるけど、沢登りあんまり関係ないからね、明日。まあだから一番、こんな感じかなっていうのが、まあ、フォーメーション、権田がいて、で、4バック、吉田、高橋、住吉、山原。で、ボランチが中村亮太郎、宮本。で、左がカルリーニョス。で、真ん中白崎。で、右プラガ。で、ワントップ短期。そうだね。まあ、こんな感じじゃない？だこれに対して、まあ、甲府がどうやっていくかっていうね、感じをちょっと俺なりのね、予想をしてみようかなって思うんだけど、まあキーパーはさ、渋谷じゃない？間違いなく。で、右サイド、前回のさ、鹿児島戦でちょっと様子おかしいなって、俺案外最初から思ってたのね。あれ、なんで飯田ちょっとやる気ないのかなとかさ、なんかちょっとキック変だなとか。で、ヘディングが一番変で、
え、おかしいとか思ってたらぎっくり腰だったんでね、試合開始30分前にぎっくり腰になっちゃったとか言ってそれでよく90分出てたよな、あいつ気合入ってんなと思って、まあこぼれ球とかシュート打ったりとかちょっと怪しい、みたいのがすげえあったんだけど、そりゃそうだよ、腰乗らないんだもん。うん、まあだけど、まあ間違いなく明日はまあ関口だよね、我らが関口まさキャプテン、よろしくお願いします。うん、真ん中問題ね、センターバック、もう鹿児島に行ってないっていうのはなんでかっつったら休ませる、うん、鹿児島に行ってない選手はなんでかっつったら休ませるためだっつって、まあ、間違いなく今津だね。うん、相方、まあそれで言ったらまあ損だよね。うん、普通にまあ損も鹿児島行ってないから。うん、でまあ左はまあそういった意味ではまあ間違いなく前回の鹿児島戦で、甲府はその前の試合第6節であれだよね、7人スタメン変えてるからね。だから清水戦にかける思いは強いよ。まあ左は荒木ですよ、間違いなく。だけどなんつうんだろうな、結局鹿児島にさ、まあ言っちゃなんだけど隠した、うん、だけど栃木とかに負けてたからな、まあ、だけど格下にちゃんと勝利を、勝ち点3をね、スリーポイント持って帰ってきた選手っていうのはそれなりに使ってやらなきゃいけないなって思うんだよね。うん、でそう考えると、まあ、この4バックで言うと関口と荒木はちょっと変えがたいんだよ。うん、で今津も変えがたい、損ここなんだよね、ここの1枚が、うん、その鹿児島で活躍したやつを使ってやろうっていうのがあるんじゃないかなっていう、うん、ってなると井上行っちゃってもいいんじゃねって俺は思ってたよね。うん、井上、うん、かなりっていうか、まあちっちゃなミスとかはあったけど、やっぱ初めて J リーグ出てスタメンで、うん、で90分やって、それでちゃんと勝ち点3取れたっていうのはすげえ持ってるやつなんだよね。うん、かなりその技術とかそういうもんじゃなくて何かを持ってるやつで、そういうやつっていうのは、うん、ガンガン使ってくのがいいんじゃないかなっていう、なんかまあ鹿児島で使って、で清水には出れないっていうと、あーまだだよなっつってさ、ちょっとダーンってなるじゃん、じゃなくてお前鹿児島戦良かったからお前行っちゃう清水みたいな、行けんのかみたいな、行けますみたいな、うん、それもありかなってちょっと思ってて、うん、だからでマンシャもさ、まあ前半でね、あれ怪我しちゃったから、うん、まあ、そこのメンバーで言うと、まあ、神谷もここまで試合に絡んでないと、まあ多分ちょっと違うんだろうね、うん、監督が思ってるのはちょっと違うんじゃないかなって思うんで、まあ、神谷はなしで、まあ、井上かなっていう、ちょっと損よりちょっといいんじゃないかなっていう、ちょっと面白いかなって。で今津と井上を場所変えてもいいと思う、うん、あのね、今津が右だと関口につけるパスがもうバレバレというか、うん、それ違うんだよなみたいな、あの今津じゃなくてさ、鹿児島戦は臣だったわけじゃん、そこマンシャに変わって、うん、まあ井上が右入ってたけど、だけどなんつうんだろうな、そのセンターバックからサイドバックに出すパスじゃなくて、あんまり
それじゃないんだよね。その前、前に当てる、当てられるやつが俺は必要だと思ってて、うん、そうなると、まあ、井上を右に置いて、で左にあえてその関口今津間っていうのを封鎖して井上を置いて、で左に今津を置くと、うん、別に今津左蹴れなくねえし、うん、で左でも蹴れるけど、まあ右足でプレーさせていいと思う。で簡単なパス、まあ明日入るボランチにつけるパスだとか、その一個前、その例えば鳥海だとか純馬とか、ここら辺に出せる、うん、センターバックの方が怖いし嫌なんだよね、相手は。うん、で関口につけたところでっていう、自陣で関口につけたところでっていう話なんだよ。そこじゃねえんだよね。もっと前で前でってやんないと多分明日勝てないから、うん、だから明日右に井上で、左今津で、左荒木でいけばいいかなって俺は思ってるね。まあこれはさ、あくまで俺の予想だからさ、予想っていうか、まあ予想言っちゃえばもう損だよ、うん、損なんだけど、そうじゃなくて、まあちょっとこうしてほしいなっていう願い、思いみたいな、うん、まあ誰々が好きとかそういうんじゃないんだけど、うん、まあいいかなって、使ってみてもいいんじゃないかなって。清水も案外怪我人が多くて、まあ外国人タレントめちゃめちゃ強いけど、18歳とかも出てきてる状況だから、まあ、そこさ、まあ、高卒上がりとかユース上がりを、まあ、大学4年で明治大学で、ね、大学日本一になってる井上、ちょっと見せてやれよお前って、うん、思うの、見せとけよお前みたいな。なんでちょっと井上行ってほしいなっていう、まあ1戦目2戦目のキムタクの活躍みたいな感じ、うん、今甲府に必要なのこういうのなんじゃないかなみたいな、うん、まあ、本当に優勝するにはさ、若手の力とかさ絶対必要になってくると思うから、つかラッキーマンみたいな、うんうん、そういうやつ絶対必要だから、まあ井上行っちゃっていいんじゃないみたいな、うん、で、ボランチだね。ボランチはもうやっぱり1試合ねフルでもう休んだし、その前も半分ぐらいで交代したキムタク、もう万全の体制で、むしろここ見せなきゃやばいよねっていう、うん、もともとは、まあ、愛媛から来たけど、もともとはマリノスだよなって、キムタク、うん、マリノス上がりでちょっと見してよって、もう1戦目2戦目のパフォーマンスもう興奮のサポーターとか忘れちゃってるから、おいおいおいみたいな、頼むぜみたいな思ってるから、こっちは。だからキムタク欲しいよね。まあ真ん中ボランチで、でグリグリいってほしい、もうグリングリンに、うん、でその鹿児島戦あった時に甲府に残ってたメンバーはいろいろな刺激もらったはずなんだよね。うわみたいな、みんなやってくれてるみたいな、うん、いつも試合に出てないメンバーがすっげーやってくれてるっていうのは案外自分たちチーム内でも刺さると思うんだよね。だからキムタク明日すっげーやってくれると思う気持ちも込めてキムタクで、相方なんだけど、相方はうん、まあ林田凛だね。使いたいよ、使いたいんだよ絶対に。篠田監督はうん、わかるんだよ。けど相手のボランチ宮本と良太郎に関してはちょっと手玉に取られちゃうというか、まだまだだよリンダみたいな、うん、感じになっちゃうと思うから、ここはまあ鹿児島戦半分出たけど、半分の半分、うん、出たけど、まあ里和いいんじゃない、一番うまいんじゃない甲府で。ちょっとオミっていう存在別格は置いといて、
番うまいんじゃないかな。うん、オミ抜いてね。なんで抜くのか分かんないけど、だけどちょっとあいつ別格すぎちゃうから、うん、比べ物にならないから、あいつは化け物だから置いといて、抜いたら里和じゃないかな一番前の、うん、でまあ本当にまあ年齢的にも超ベテランだけど、まあやれるし戦えるし、まあ亮太郎のことも分かってるしみたいな、サッカー上から見れるしっていうところから俺佐藤行っちゃっていいんじゃないのって思ってる。だから明日はキムタクと佐藤、このコンビっていうのはあんまりまだ見れてないんだけど、ちょっと楽しみ、それが見たい、うん、でその前の3だよな。まあやっぱり残ってた、うん、組で、飯島万全の体制だと思う。本当に。だから飯島トップ下置いて、右はまあ取り替え、左が順番。まあここはもうカッチカチだね。うん、でワントップはゴンザレスでしょ。ラッソ。うん、ラッソそろそろもういけんじゃないっていうか、去年までジュビロいて、まあ静岡とも戦ってるよね、清水とも。で、甲府と、なんつうの、清水ってより、清水とジュビロっていう方が同じ県だから、ダービーじゃん。だから、そのダービーをやってんだよね、ラストは。うん。ってなると、まあ、甲府に来て、清水をムカつくっていうのはわかるんだけど、もう去年から清水のことは敵だみたいな、俺たちが水色だったらあいつは黄色、ふざけんなみたいな、腐ったみかんみたいな、あみかんじゃないんだけど静岡は、ざけんなみたいな感じでメラメラしてると思うんだよねラッソ、うん、だからこれは間違いなくラッソで言った方がいいと思う。でサブね、でまあそこにまあ歌ちゃんか、歌ちゃんだな。あちょっとね、鳥海がね最近ねなんか消えてるんだよね。うん、あいつの素晴らしいプレーゴールもあったんだけど、うん、ちょっと鳥海後半からの方がちょっと味出るんじゃないかなっていうんでちょっと変えます。まあ左アダちゃん、右に順馬、うん、でワントップラストでサブに歌か、うん、歌ちゃんも静岡いたからね、エスパルスでやってるからね、得点王にもなってるからね。で三平も後半からでいいんじゃないかなっていう、うん、でうたちゃん、三平、鳥海、うん、で、イワナで、あとはオミ入れといていいんじゃないかなって。まあね、鹿児島戦でお疲れさんって感じなんだけど、まあありがとうみたいな勝たして、あいつはオミっていうのはもう勝たせるためだけに必要なピースなの。だから負けてる時とかだと使う必要ないんだよね。うん、本当に勝つために、勝ってる時とかじゃないと出す必要ねえから、うん、いろいろな意味でね。だからまあそうだね、うん、オミとソン、うん、入れといていいんじゃないかな、うん、とリンダ、うん、ぐらいかな、うん、だからちょっと竹富とか神谷はちょっと今隠れちゃってるけど、もうちょいゲームに絡んで、まあそのトレーニングマッチとかで絡んで結果出していかないと、ちょっと、うん、シーズン戦えるメンバーには入ってこないんじゃないかな。で内藤いいよ使えよっつって
で、みんな使え使えっつってて、で、篠田監督も、まあそういう声も聞こえてると思うんだよね。た中で、どうでしたっていう。まあ、鹿児島で、その一個前の長崎とかでどこでしたってなった時に、まあ山口か。まあ、あったか。0-2で負けたな。ってやると、まだちょっと違うのかなっていう。まあ、出せ出せっていうのは自由だけどさ。だけど出したじゃん。出たじゃん。で、結果、ヤマトどうだったっつったら、ちょっとなーっつって。まだかなーっつって。感じだから、一回お休みでもいいんじゃないのっていう。最後のさ、その切り札として、ヤマト出すのか、ウタカ出すのかってなったらさ、今はまだウタカじゃね？年齢倍だけど。年齢倍だけど、ウタカじゃね？と思っちゃうな。まあね。だから、まあ、最終的にまとめると、まあ、キーパー渋谷、安定感、ほんといいね。で、キャッチしてからのキックが、めちゃめちゃ精度が高い。純磨とか、まあ、前回の試合だったら純磨とか鳥海とか、取った瞬間にはもう走ってるからね。普通に。で、一発で、スーパーカウンター。で、明日、アダちゃん入るし、スーパーカウンターマジで炸裂すると思ってるから。まあ、あったじゃん。何戦だったっけ？渋谷取りました。スローしました。関口がドリブル開始しました。で、アダちゃんにパス出しました。で、アダちゃん決めましたっていうスーパーカウンター。ちょっと関口のラストパス、あれちょっとずれてたんじゃね？って思うんだけど、だけど、ちょっとぐらいのキックミスがちょうどいいみたいな。アダちゃん合っちゃうよみたいな。で、アダちゃんも、PK とか、PK とあの1点か2点か。まだまだでしょみたいな。全然足りてねえみたいな感じだから、アダちゃん行っちゃうっしょみたいな。と思ってます。アダちゃんもね、まあ、鹿児島戦、まあまあ、いい。まあ、ちょっと出たんだっけ。だけどまあ、いい休憩になったと思ってるから、アダちゃん先発でしょみたいな。っていうことで、渋谷。で、真ん中2枚が、今津と井上。で、右、関口、左が荒木。で、ボランチが里和とキムタク。で、3枚が、右が純磨。で、左が、アダちゃん。で、真ん中、飯島。で、ワントップがラスト。間違いないんじゃないかな。これでいいんじゃないかなって思ってます。で、まあ、控えに、孫と、臣と、岩名と、リンダと、あとは、歌かか。歌かと、ああ、鳥海。ぐらいかな。で、まあ、内藤かなみたいな。まあ、そこら辺のギリギリだね、大和は。って感じじゃねえか。まあ、忘れてた。三沢よかったな。三沢よかったんだよな。だけど、まあそうだね、篠田監督もそうだし、まあみんなもそうだと思うんだよね。三沢いいんじゃね？みたいな。だけど、明日、この一番は、ちょっと里勝で言ってほしいな。三沢いいよ。で、三沢は、もうほんと、誰が怪我してもいけるっていう、まあ、器用な選手だと思うから。まあ、三沢いたわ。三沢ね。まあ、キムタクと三沢かな。まあ、で、里勝で控えかな。だけど、まあ、ここすごい難しいけど、だから、それ、何が正解とかないから、
で、そうだね。あとは、そうだね、明日のスコアだね。まあそんな、ボッコボコにはならないと思うんだけど、まあ本当、硬いと見せかけて、まあだけど、あんまり点取られるイメージないな。っていうと、甲府の1-0、2-0、あるんじゃないのって思ってる。まあ清水前節ね、徳島と引き分けちゃったっていうのがあって、まあ、徳島は徳島でいろいろ問題があって、だけどいろいろなエネルギーがね加わってね、清水に同点できたことは素晴らしいことなんだけど、まあ、清水も清水でちょっと首位でいないといけないっていうプレッシャーはある中で、まあ今ちょっと2敗もしてるし、まあ、ちょっとなんかまだエンジンかかりきってないっていう。だからこの無敵のさ、7連勝してる時とかじゃないわけじゃん。だからここってまあまあチャンスだと思うから、まあ、ここはしっかり、でね、穴っていうわけじゃないんだけど、まあ穴なんかないんだけど、清水にね。だけど、吉田のところ、相手の右サイド、だからこちらの左サイド。で、ちょっと、得点のきっかけが作れればいいんじゃないかな。明日は左から、甲府は左から、いけばいいんじゃないかなって。だから、ちょっとアダちゃんは左しかできないと思うんだよね。あんまり右で見たことないから。だけどね、前回の試合、純磨のカットインとかすっげえ良かったじゃん。だから純磨そこで使いたいなっていうのはあるかもしれないんだけど、まあむずいんだよね。だけど、アダちゃん左で、純磨右できっから、カットインで。まあ、右から、まあ右でいいと思うんだよ、純磨は。で、右でできなかったら、まあ後半の真ん中あたりでね、取り替え出して見てもいいんじゃねえかなって。だから明日硬いよ。2-0。まあ一番思うのは2-0。あるなって思ってる。まあ、そんな感じで今日はちょっとね、今日からっていうかね、縦型でやってみようかなって思ってるんで、まあこれ、みんなどうなんだろうね。見やすいのかな。まあだけど、まあ、画角よりも、まあ、内容だよね。まあ、そのさ、チーム、応援してるんだからさ、俺もすげえヴァンフォーレ応援してるからさ、なんか、ディスとかそういうんじゃなくて、まあ、こうなったらいいよね、勝ちたいよね、みたいな。いや、勝ちたいよね、じゃ勝てねえよ、とか言うやつがいるけど、ええ、おめえがサッカーやってんじゃねえだろっていう。まあ、勝ちたいよ。みんな勝ちたいんだよ。勝ちたいんだけど、みたいなところあるじゃん。だけど明日は勝てると思うよ、俺。ぶっちゃけ。何をぶっちゃけてんだよ。ぶっちゃけてねえけど。だけど、勝てんじゃねえかなっていう感じかな。清水の選手ね。権田なー、つえなー。だけど、権田に歯向かえるやつっていないんだよな。清水な。なんかわかる気がする。だけど、そうだな、明日だけど、もしか甲府が3点4点とかお祭り騒ぎしたら、ねえ、第2キーパーね、沖っていう素晴らしいキーパーもいるからね、そいつ引きずり出してやろうぜ、甲府がボコって。まあだけど明日は2点だな、2-0。で、乾怪我でしょ、多分。で、俺、北川も怪我だと思うんだけど、北川とか、外国人選手より俺、北川とかの方が嫌だ。ああいう速い選手とかの方が苦手だと思う。今津とかに関して言うと、外国人選手とかの方が、ある程度、バチバチできるんじゃねえかなっていう感じはしてる。
だから相手、一番怖いのは、相手の左サイド、カルリーニョス、あれはやべえから、こっちで言う右サイド、ああ、だから、そうね、やっぱ関口ね。関口がどこまで食いついていけるかっていうね。だ関口と順までガシャーンって挟んで、で、そこにキムタクもかじってくっていう、絡んでくね。この3枚で、カルリーニョスをぶっ飛ばすみたいな。そういうのができれば相手の左封鎖できんじゃないかなっていう、感じには思っています。な感じで明日もね、ちょっと甲府コスまではいけないんだけど、まあ自分のね、江戸川区平井にあるとんかつパンパンで応援してます。まあ明日は絶対是が非でもポイント3取って、あわよくば首位になれる可能性あるからね。やっちゃおうぜって感じで今日は終わりにしたいと思います。それではまた明日。